Hey folks! Welcome to Koozie Life, guys! Let's get started. はい、こちらが先ほどの筋子。筋子だいたいここ空いてるので、これを指の腹で優しく開いていきます。で開いたらボウルの中に入れていきます。もう塩は洗い流さなくて結構です。はい、こんな感じでもう簡単に開けるんでね、こんな感じですね。で裏は皮がついてる状態で、これからこの筋を取っていきます。こういう筋子の状態を、ここだいたいもう切れ目入ってると思うんで、ここを優しく指のお腹で開いていくだけですね。じゃあだいたい4腹ぐらいちょっとやってみましょうかね。でこれからイクラを一粒一粒ほぐして、で余計な汚れを取っていくという、膜をね取っていくという作業です。感じで受けました。はい、そしたらここに沸騰したお湯ですね、熱々のお湯を注ぎます。たっぷりと、はい、注いで、で菜箸、この菜箸でこの筋子の、まあ、真ん中ぐらいをこうめがけて、で下のボールの下でこう押さえながらぐるぐる回してあげると、その筋子の筋についていた、膜についていたイクラがこんな感じで、これ一筋で残りこんだけなので、これを簡単にもう箸でペペペペってやると剥がれていくので、こんな感じでやると、まあっという間に一腹終わりです。これが筋子についていた膜で、次の筋、もう一個の筋一草にグリグリグリってこう回してあげて、なるべくね大きいボールでやった方が楽ですね。で今一筋、これがまた終わりですね。はい、じゃあ次行きましょう。グリ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 、箸でボールの下にこう筋子の膜を押さえつけてグリグリ回すような感じのイメージですね。ほらできた。でこう取るついてるやつを取ってあげて、これで OK。 でこれで大きい筋、膜はなくなったので、ここで一旦流します。でここからもう水を流してどん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 すすいでいきます。ちなみにこれが筋子4つ分の膜、あっという間に取れましたね。はい、でそしたらどん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 流していきます。この膜が、膜やあとイクラが潰れたやつ、こういったのはね、このすすぐ作業によってきれいに流せますので、
で、まだこうやって膜がちょっとついてるやつ、こういうのをちょっとこう軽く指で取ってあげると簡単に膜が取れるので、気になる人は取った方がいいですね。これなるべく綺麗に取った方が生臭さがなくなると言われてます。で、まあ何回かこうやってね、ゆすいであげるともう綺麗になりますんで、そしたら水にあけちゃいます。冷蔵庫に入れて1時間ぐらい置いて水気をよく切っときます。Don't forget, thumbs up and subscribe.
Thanks for watching Koozie Life, guys. See you next time!